髪の毛がどういうふうにこの毛が多少癖ってありますから、その癖を殺すのか生かすのかっていうのをこの一瞬で考えて、毛をコントロールしていく感じですね。はい、札幌占い美容室ハイマカシの後藤です。今回はパーマをかけたいということで、髪質が結構かかりづらい直毛なのでパーマは1回じゃかかんないみたいなんですね。結構時間かかりますかね。そうなんですか。結構かかりますね。時間はかかりますか、はい、それで、多分かけてもかけ直しとかしますね。しますね。やっぱりね、髪質がちょっとやっぱりまっすぐなろうっていう、あのストレートね。でここにも答えがちゃんと出てて、じゃあどこに引き出し切ればいいかっていう部分がここにもちょっと答えが出てます。はい、センターに合わせて丸く切っていきます。ちょっと早いんで分かんないかもしれないですけどね。ちょっと1時間半なんでどうしてもあれなんですけど、先ほど切ったラインと、こうひし形につなげていくような感じで今切ってます。これね、ベーシックで切ろうとすると、なんか時間もかかりますし、逆に切りたい気持ちを表せていけた方がいいので、なんでしょうね、型にあんまはまんないでやっていかないと、あんまり昔のやり方と変わんなくなっちゃうので、そこが僕はね、この新しいやり方は時短にもなるし、もう今までとガラッと変えちゃった方が、うん、いいんじゃないかなと思いますよね。お寿司屋さんじゃないですけど、修行を10年とかする必要も今ないと思うし、そのポイントが分かれば1年でスタイリストデビューして、それで活躍できる人も全然いると思うんで、うちのスタッフもね、うち入ってすぐスタイリストにもなれましたし、だから別にそれでね、お客さんも今たくさんついてますし、基本的になんか難しく面倒くさくこうなんていうんだろう、考えすぎちゃうと逆になんか苦痛になってきて分かんなくなっちゃうと思うので、僕は結構シンプルにいくのが自分のやり方であって、まあ、今後もこういうやり方でやっていきます。これでね、今話しながらここをひし形にこう切ったとつながってるんですね。で縦をつなげました。で今度縦のアウトラインをちょっと下見方でね、縦のアウトラインを、カットするんで、ここは R2 セニングで動かしながら、なんか結構彼女はこの辺長めの方が似合うと僕は思ってるんで、 R2 セニングでここはライン動かしてカットしてみます。でここでちょっと、またつなげていきます。僕は研究結果によるんですけども、縦スラも使うんですけど、ほぼあんまり縦スラも昔は使ってたんですが、3セクションでカットしたりとか細かくしてたんですけど、お客さんがもうちょっと切りたいっていう時にまた同じ工程をしないとダメだったので、もうやめました。そしてつながりが縦できると、縦の収まりはいいんですけど、いまいち左右の長さがいびつだったりとかしちゃうんですね。左が長くなりすぎちゃったりするんでやめました。結構ずらします。結構こんな感じになってますね。でサイドを真下に引き出して、ちょっと切ります。ちょっと羽もあっても可愛いのかなっていうのをここでイメージしつつカットします。長さを多分ちょっと右の方が長いかなと思ったんですけど、長いですね。でだんだんこのガイドをあんまなしでカットしていくと感覚で本当分かるようになるんで、ここちょっと長いなとか分かってくるんですね。その感覚をつかめるようになったらすごい早くカットできます。はい、ここでこんな感じで前髪をちょっとここでもうちょっとこうなると思うんで
ちょっと角、もうちょっと取って、ちょっとこの角取ります。もうちょっと角取って、もうちょっとこの入りを柔らかめにして、ちょっとここ軽くしますね。なんかな、これでだいぶいいです。ここがこうなってつながる感じ。はい、あと僕がよくやるのはもう縦横をいっぺんにつなげる方法なんですけど、これで縦横全部つなげていきます。時短の時はちょっとこういう綿使わないとちょっと時間入らなかったりするんで、これもどこがへこんでてどこが、出てるのかっていうのをこのイメージしながら、へこんでるところに集めて切ってたら周りが長くなるので、そういうようなひし形を切るポイントってあるんですけど、その場所に集めて切ることによってより綺麗にこうひし形になっていくので、これをさらに今切ったがカットラインをもっとこう、綺麗にしていくっていう感じです。で、立ち位置はだいたいこのひし形だと4箇所になるんですけど、はい、これで全部縦横全部斜め全部つながってますね。ここ後ろだから、ちょっと耳後ろにオーバーダイレクションする感じですね。前の髪は流すので、はい、でこんな感じでベースカット終わります。で左右の長さを合わせますね。多少の誤差は後で切ります。こんな感じでいきます。はい、そしたら、動き、こうふわっとした動き作りたいんで、ペンシルシザーでカットします。はい、スクラッチでカットしていきますね。ペンシルでスクラッチをこう流したい方向にペンシルでスクラッチをしていきます。指で取って、スクラッチで、でこれスライドカットだと下から入れるから、こっち側とか入れづらいのと、やりづらいんで、同じ条件で左右切れるためにはこのスクラッチで方向転換をこういう風にしていった方が、この毛をここでこう流していくっていうのをイメージしながらカットできるので、この方がいいですね。ちょっともうちょい分かりやすいようにここで切ります。はい、この毛をこういう風に流したい、そう、ここの毛をこういう風にしたいっていうのをイメージしながらやるんですね。なのであまりこう硬い感じでカットを考えてるとアドリブが効かないんで、アドリブって何かっていうと気持ちなんですね。その人をこういう風にしてあげたいっていう気持ちがアドリブが出してくれるので、ただ切ってるとかただ空いてるんじゃなくて、ここをこうしたいっていう、この束一個ずつに気持ちを入れていくことが何よりも大切だと思う。それがちゃんとデザインとなってくると早く仕事できてカットも上手になると僕は思ってるんで、この束1個ずつもこういう風に流したいっていうのを1個ずつ気持ちを入れていく必要があると思います。ちょっとこの辺の重さがちょっとあるので、ちょっとスクラッチで削いでいきます。この耳後ろが多分後で障害になりそうな気がするんで、今のうちにちょっとやっときます。こんな感じですね。こういう感じになるんですけど、髪の毛ちょっとピントが合わないかもしれない。ここも上、こっちに流したいって感じですね。いいですか、こっちに流したい、これも流したい、はい、ペンシルシザーで流したいってイメージをしてカットします。これも流したい、はい、むやみやたらにスライドカットを入れるとかだと本当にそうしたいところになってなかったりとか、逆に跳ねてしまったり、毛を自分で動かしていかないとダメなんですね。毛の方向付けをしていきます。だからただ適当にこうやってるんですけど、結構横に入れたりとか僕してるんですけど、髪の毛がどういう風にこの毛が
多少癖ってありますから、その癖をフォローするのか生かすのかっていうのをこの一瞬で考えて、毛をコントロールしていく感じですね。こういう風にちょっと軽さを、でパーマってちょっと重さ出ますから、その重さをイメージしてこのぐらいかなっていう部分で、ちょっとカットします。で耳後ろは若干少し攻め気味で入れてます。攻め気味の感じで入れてる理由としては、ここの重さを取った方が、スタイルが長持ちするからそうしてます。前髪は、まあ、自然な感じにしたいので T2 セニングで少し間引いていきます。裏面を入れて表面を少し流す、裏面を入れて表面を少し流す、こういう感じにして中をついて表面をぼかす、中をついて表面をぼかす、はい、こんな感じで、ごめんなさいね、前髪をこうちょっと束感が出る感じにします。で、はい、こんな感じでちょっとね、そんな感じになりました。もうこれでいいんじゃないかぐらいの、結構近いですよね。近いですそうそうそう。で、右がウェイトが若干下がってるんですね、こっちが。このウェイトを今ちょっと上げた方が似合いそうなんで、ここはちょっと下がり気味なんで、ここは1センチウェイト上げます。これで1センチ上がりましたね、はい、と同じ高さですね、ここね、はい、っていうような感じで、あとちょっと毛を動かしてみて実際に大丈夫かっていうのを確認し、はい、ではパーマをかけます。このままかけていくんですが、まあ、通常のパーマで今日はやりたいと思います。で、ムササビのジェルをまずつけて、このムササビジェルで一回ウェットします。はい、で、ムササビはパーマかかりづらい人とか、あんまりつけるとちょっと原力になっちゃう部分もあるんですけど、要はパーマをかかりやすくしてくれたりとか、あと髪の毛をトリートメントしながらかけることができるんで、ちょっと痛みづらい、そういう感じでです。で、ムササビを全体につけます。こんな感じですね。で、こういうかかんない場合って薬剤設定が結構攻め気味の方がいいんですけど、はい、こちらの薬ですね、今日つけてみます。つけなくてもですね、はい、毛先のパーマかけたいっていうところに全体につけて、もうなんかスタートしちゃいます。ここで根元は後で考えるとして、とにかく毛先全体につけます。はい、毛先つけちゃいます。で、ここでもなんかスタートしてるんで、あとは巻くだけっていう感じですね。ただ本当に今彼女の髪の毛を今、触った感じかなりかかりづらいんで、ロットは2個ぐらい落とそうかなっていう感じですね。それでかかるかなっていう感じなので、まあ時短の場合のやり方でやります。やり方はシンプルなんで、本当にここで、とりあえず全体にこうつけました。はい、では巻いていきます。